さんこんにちは、チャックバスです。今回は、ニューヨーク旅行の必需品ということでやっていきたいと思います。観光で行かれる場合持っていくもので思いつくものは何ですかということで、まあガイドブック等々にもねいろいろ載ってると思うんですけども、今回は、それ以外にね私からのおすすめ品を紹介していきたいと思います。まあ一般的にはやはり観光で行かれる場合はカメラ、ビデオカメラ、ガイドブック等々は持ってかれると思うんですけども、それ以外ですね紹介していきたいと思います。それでは、おすすめ紹介ですね、外出編ということでまずやっていきたいと思います。まずはカメラの三脚ですね。これは、高いんじゃないのとか思う方いるかもしれないですけども、このカメラの三脚っていうのは本当に100円均一等で買える本当にちっちゃいミニ三脚でいいので持っていくことをお勧めします。なぜかというとニューヨークは私の動画の最初と最後で流れる写真もそうなんですけども、あれは全て私が現地で普通にデジカメで一眼レフ等で撮った写真です。あれも全てほとんどがカメラの上に三脚を立てて撮った写真なんですね。まあ分かる方は分かると思うんですけども、夜景っていうのは基本的に三脚がないと綺麗に撮れないんですね。ブレちゃうんですね。なので本当に安い三脚でいいので持っていくことをお勧めします。それで現地でね本当にちょっとしたところに置いて撮影するっていうだけで本当に綺麗に撮れますので、本当に安い三脚でいいので持っていくことをお勧めします。これはビデオカメラ、一眼レフのカメラどっちにも言えることなんでお勧めしますね。次にリュックサックですね。こちらはただ単に観光1日してると本当に疲れますんで、腕掛け、肩掛け、まあいろいろあると思うんですけど、できれば、肩で背負えるねリュックサックの方が楽です。本当にそれだけなんで、まあ私は大丈夫っていう方はね、まあ肩掛け、腕掛けでもいいとは思うんですけども、本当に疲れますんでリュックサックをお勧めしています。次に財布とは、別の小さい財布ということで、クレジットカード、現金、あとパスポート、まあ基本的にはどれも持ち歩くことになると思うんですけども、まあ、パスポートはまあ人によってと入る場所によってもあるかと思うんですけども、ニューヨークは特にセキュリティの面で、パスポートを見せることは特に多いので、まあ、基本的には持ち歩くことになると思うんですね。なので基本的には、しまう場所は別々にされた方が私はいいと思います。まあ防犯上の観点からもですね、現金も分けてポケットに入れるなり、分けた財布に入れるなりしといた方がいいと思います。ということで、財布とは別の小さい財布というのを書きました。まあ、私は基本的に、普通の大きい長財布を一つ持っていって、そこに少しお金を入れて、あとはパスポートケースに少し現金を入れて、でそこにクレジットカードも入れてあるという感じですかね。でそれとは別にポケットにチップ用の、お札を入れとくっていう感じですかね。まあないとは思うんですけども、スリっていうのも話は聞いたことありますので、全財産を一つの一箇所に入れとくっていうのは基本的にやめた方がいいと思います。何かあった時に本当に、現金ゼロになってしまうと本当に不安ですし、もうどうしようもできないです、ね、別のね財布持っていくことをお勧めします。まあ、モダイルバッテリーと自撮り棒っていうのは一応書いたんですけども、やはり携帯がないと本当に身動きに困ります。モバイルバッテリーは基本的に持ってった方がいいと思います。今 Google でですね検索すると、地下鉄の路線どれに乗ってとか、どのバスに乗ってみたいなのは全部出てきてくれます、 Google で検索すると。なので携帯電話ってのは基本的に
動手段としてすごい使うと思うんですね。でガイドブック等々で、マップですねダウンロードできたりするのも全部携帯なので、それを見るっていうのはね、やっぱり携帯のバッテリーっていうのは本当にないと本当に困りますんで、モバイルバッテリーを持っていきましょう。ちょっと重いかもしれないですけどね、借りやつを探してでも持っていくことをお勧めします。あとは自撮り棒はまあこれは分かっている通り、数人で行かれる、友人等々で行かれる場合本当に重宝しますね。で特に iPhone はまあ全これアメリカに限ったことじゃないですけど、盗難の恐れが本当に携帯電話スマートフォン特に iPhone はありますんで、現地で撮ってくださいって頼むのは結構勇気がいることなんですね。日本で頼むのは本当に気が楽に普通に頼めるんですけども、やはり知らない場所で仮にですよ、撮ってもらっていいですかって言った時に、あいいよって気軽に OK されしてもらって携帯を渡した瞬間に猛ダッシュっていうのも聞いたことありますんで、そういう意味でも、ね、自撮り棒で撮ることをお勧めします。まあ、自撮り棒で撮るってことは自分たちで撮ってるんでね、そういう目にも合わないってことで、特に iPhone は盗難が多いってことを聞いてますので、注意の一環としても自撮り棒を持っていくことをお勧めします。自撮り棒自体も今進化してまして、もう手元でシャッターまで押せるものまでありますんで、よく見てご購入を検討してはいかがかと思います。はい、それでは私のおすすめを紹介、ホテル編に行きたいと思います。延長コード、まあこれは分かると思うんですけども、充電するための延長コードですね。まあ利用分端末の縁があるとなおさらいいです。でそれと合わせて電圧変換器ですね、これは絶対持ってってください。これ持っていかないと自分が使っている、まあ、携帯、ビデオカメラ、カメラ、iPad など、電子機器ですね、壊れちゃうかもしれない。日本とアメリカの周波数っていうかこの電圧っていうのは基本的にちょっと違うので、こちらも100円均一に売ってます。売ってますんでこれを買って延長コードの一番先に挿して利用することをお勧めします。これは本当に絶対買って持っていきましょう。旅先で携帯が壊れるとか、まあ、帰ってきてでも、まあ、帰ってきて携帯壊れるとか本当に残念でならないんでね、絶対買って持っていくことをお勧めします。あとマスク、これはあの飛行機内のホテル、動画でも紹介したんですけども、あの乾燥ですね、冬に行かれる場合は特に乾燥、ニューヨークもすごい乾燥しますんで、まあホテル内でしたら、まあ、誰かに見られることもないですしね、マスク着用されることをお勧めします。特に寝るときなんか風邪をひかないようにね、あのホテル自体の暖房はすごい強くて本当にガンガンにかかっていることが多いんでね、おすすめです。でホテルの部屋でのお酒っていうのは基本的にバーで済ますっていう方はもう何にも別にいらないんですけども、まあ、ホテルに帰ってからちょっと飲みたいっていう人はね、まあこれ日本から持っていくのもおすすめしますし、現地のセブンイレブン等々で買われるのはおすすめできます。でもですね、ウイスキーとビールはそんなでもないんですけども、ウイスキーその他リキュールお酒は結構な値段しますので、僕も一回現地でウイスキー買おうと思ってリキュールショップに行ったんですけども、まあ本当に小瓶でね3000円4000円とか書いてあると、まあ30ドル40ドルって書かれてるとやっぱりちょっと躊躇しますよね。日本でいうと本当に1000円で買えるようなウイスキーの小瓶が現地で4000円とか3000円とかするとむむって感じがしますんでね、持ってかれることをおすすめします。まあ瓶なんでね、まあタオル等々で、巻いてね持ってかれるか、もしくは、まあ、ビールでもいいよっていう場合はね、まあセブンイレブン等々で普通にお酒売ってますんで、ビールはそんなにべらぼうに高いイメージなかったんで大丈夫かと思うんですけども、
ホテル、まあ基本的にバーですね。バーでのお酒は結構な値段します。あと日本と違ってやっぱチップがいりますんで、そういう意味では1杯2杯飲んでもやっぱり高くつきますんで、やはり近くのデリセブ、コンビニ等々で買われることをね、もし現地で調達する場合はお勧めします。あとホテルですね、日本のホテルでスリッパがついてないところなんで基本的に絶対ないと思うんですけども、ニューヨークのホテルは、高級ホテル、いわゆる高級ホテルと言われているホテルでもスリッパないとこ結構ありますので、クロックスとこれも飛行機の話で、ね、させていただいたと思うんですけども、スリッパ持ってった方がいいです。まあクロックス等でねいいと思いますんで、基本的にスリッパないと思ってホテル入った方がいいと思いますんで、現地行ってからねないってなると本当にずっとホテルの部屋の中も靴で過ごさなきゃいけないのは結構なストレスなんで、スリッパねクロックス等々でいいんで持っていくことをお勧めします。それでは最後にまとめに入っていきたいと思います。まあ、今回紹介させていただいたのは、まあ、誰しもに当てはまるものではないかもしれませんけど、まあ、私がね今まで行ったニューヨーク経験からすると、まあ、あった方がいいんじゃないかなと思ったりもします。で現地行ってからもねもちろん調達もできるんですけども、高くついたりねお店を探したりと、まあ、面倒な部分もありますんでね、日本から持っていくことをお勧めします。まあ、番外編としましては、日本食が、すごい食べたくなったっていう人もいるかと思いますんで、まあ、電子レンジ等々でね、出来上がる、お米とか、あとカップのお味噌汁、カップ麺等々を持っていく方いらっしゃるみたいなんで、そこはまあ一応持ってってっていうのもいいんじゃないかなと思います。そういう方も結構いらっしゃるみたいなので、ね、あとは私はいつも、折り紙の折り鶴をね持って現地に行きます。もう折った状態でね20ぐらい持っていくんですけども、基本的に関わっていただいた CA さんだったりホテルの方だったり店員さんにもう本当にあげちゃいます。もう見たら基本的にすごい喜んでくれますので、こちらもほっこりした気分になりますので、よかったら持ってってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はね以上にさせていただきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でねお会いいたしましょう。